はい、じゃあ西山さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ついに大御所ってことですよ。ついに来てくれましたね。いつなって呼んでくれんの。いやいや、いつも俺もね、チャンネル登録してくれて見てくれてるんやから。あんだけいつも一緒に遊んどいて、俺には来てくれ言えへん。いやいや、まだもうちょっとね、引きつけて引きつけてですよ。まあけどほんまに何キヨの話とかさ、おもろって俺いつも見てたよ、ずっと。やっぱり同年代でね。そうそうそう。キヨ元気そうでよかったなってね。いやいや。いや、やっぱ KK じゃないですか。木原さんといえば桑田さん。聞かれ飽きたと思いますけど、はい、僕らやっぱり西山さんのその3年生の1年生でね、うん、その僕たちが聞いてる話ですよ、うん、聞いてる話では同じ中学からね、うん、PL 西山さんと桑田さん西山さんのバッテリーが来ると、うん、聞いてて最後来なかったと、はい、下手したら僕 PL 来てたら、うん、こんなに喋れてませんよね。そりゃそうや、神様やろ。もう高校時代はよかったわ、上野には行ってくれってよかったわ。いじめまくってたりよ、意外に優しいタイプじゃないですか。でもほんまあの時はどうやってたんですか、PL 来るよ、どうやったんでしょ。一応ね、だから中学3年間野球夏で終わるやんか、はい、大会終わって、はい、で秋口かな、PL にセレクションも行ったのかな、桑田と5人ぐらいで、はいはい、いけるっていうのはなってたんやけど、まあ、ちょっとそっからいろいろあったんや。えらいなんか喉になんか詰まってますね。なんかいろいろあって、はいはい、でちょっとダメになってその話が、うん、でもしょうがないよ、そいや、これなんで上宮行ったんですか。あのね、当時上宮って特待生ってなかったのよ。だってもう頭もいいじゃないですか。だから勉強せなかった、全部。そうですよね。勉強して入って初めて野球部入れた。ちょっと待って、まさか勉強して入ったんちゃうよ。勉強して入ったほんまに。じゃあな、じゃあ親がほんまに言うたよ、もう自分の勉強で入れる範囲でいいから、はい、そこで入ってやればどうかっつって、もう野球うんぬんじゃなしにね、うん、でその時ちょうどその上宮って結構レベル高かったんか、はいはいはい、学校自体のその、はい、だから上宮行きたいなってなって、でいとこの子も行ってたんや、1個上で、はい、野球部ですか。野球部、サードの井村さんっていうのがうちの、はいはい、身内やん前からな、はいはい、で行って聞いてたし、で2つ上ぐらいの先輩、地元の先輩はみんな行ってる人いっぱいおって、八尾から、いや、まあ八尾から多分手伝いとか言ってるから八尾って、なんかお前ちょっとなんかくすあれな言い方やろ、なんか含みのある言い方やろ。すごいとこだから言ってるんですよ。それでいい学校やのは聞いてたわけ、はい、上宮って、はい、でただ俺の成績で入れるかないうのがあったで、結局そっから家庭教師つけて、で塾にも行って、もうずっと勉強や。西山さんからね、家庭教師は塾とかっていうのが、ね、想像できないんですよ。いやいや、けどそのなんていうの、俺はもう高校行きたなかったよ、ほんまは。野球で甲子園行きたかったでしょ。いやそこでもうその PL ダメってなった時点で、はい、もう野球いいかなって思った。あ、もうそれぐらいは PL には行きたかったわけです。いや PL 行きたいじゃないけど、はい、やっぱりそのなんていうか、なんかちょっと情熱的に、正直俺はプロレスラーになりたかった、ほんまに。もう子供の時から失礼ですけど、うん、僕は相撲を取っても強かったと思います。いやいや、俺はでもほんま相撲じゃなくてプロレスラーになりたくて、はい、だからトレーニングっていうか、家でもうヒンズースクワットあればっかりしてた。もうほんまにあればっかりして、あれで腕立てだけずっとやってた。もうほんまにそれがね、今振り返ったら野球に生きたってこと、うん、まあ生きたと思う、多分、うん、もうとにかくそればっかりあれして、で猪木さんの本とかさ、でいっぱいああいうのばっかり読んで、めっちゃ流行ってましたね。ほんなら猪木さんの本にね、書いてたのが、長期スタミナじゃないとダメだって言われたわけよ、筋肉のあれがね、はいはい、筋肉の体が、はい、その書いてあったで、長期スタミナいうのは肉とかばっかり食べたんじゃダメだっつって、その野菜を食べてどうのこうのんで、俺野菜ばっか食ってさ、必死で野菜食ってちょっと影響されやすいですね。そう本読んで野菜ばっか食って、ほんでもうずっとスクワットやって、はい、もう腕立てとそればっかやってて、はいはい、で親にある時、もう俺プロレスラーになりたいから、もう高校行かずに中学出たら東京行かしてくれっつって、ほんまにですか。ほんまに言ったら真剣に、東京ってどうすんねんって言われて、はい、猪木の弟子になるっつって言った。新日本プロレス入れてもらうで、はい、猪木の弟子で行くっつって言ったら、はいはい、だから親が行きたいんなら行きたいで、それ分かるけど高校だけ出ろと、で自分の行ける範囲でええから行って、野球別にせえへんせんでもええから、高校出たらもうそっからは好きにせえっつって、はいはいはい、でそう言われて、うん、おいじゃあまあせっかくやから野球しようかっていうあれもあったし、でまあ必死で勉強されて、まあ、上田に入られたわけじゃないですか、うん、プロレスの話を腰折って悪いんですけど、うん、まあ、その中学時代の、うん、もう何回も聞かれてると思うんですけど、うん、まあ、桑田さんってすごかったです。すごかった。
それはやっぱりもうレベル違う。ありとあらゆるね、プロに入ってもすごいピッチャーを受けてきたじゃないですか、うん、そういう方と今比べても、うん、すごかったですか、うん、だからもうそのイメージが強すぎるから、やっぱり俺がいろんなピッチャーを受けたけど、はい、いろんないいピッチャーも受けさせてもらって、いろんなのを見てきたけど、やっぱり俺の中で総合的にどこまで行ってもピッチャーで歴代ナンバーワンは桑田なんや、やっぱり。それね、何が一番すごいんですか、西山さんが受けてこられたピッチャーの中で。印象っていうか、はい、やっぱりその子供ながら そのイメージが強すぎるんかもわからんけど、はい、中学の野球でやってる時に中学生のピッチャーがほんと構えたとこしか投げへんわけよ、ほんまに。まっすぐも変化球も、はい、ほとんど、はい、もうここに構えたここにドンとくる、ここ構えたここやしか来へんわけよ。ほんまめったにワンバンなんか、たまにワンバン来ることもあるけど、ほんと普通にこうやったら取れるようなやつしか来へんわけよ、はいはいはい、だからそれが当たり前や思ったと。ああ、はいはいはい、俺にしたら、はい、ピッチャー、A ピッチャーってこんなもんやと。A ピッチャーじゃなしに、ピッチャーいう方はそうやって構えたところに投げれるもんや思ったはいはいはい、それが当たり前や思った、はい、そのまま育っていって、で、まあ高校行った時に、高校上の宮俺の同級生っていうのはサイドスローのピッチャーやった、はい、サイドスローやからコントロールいいやんか、スピードそんなないけど、はい、だからこれもワンバンまずけへんやんか、はい、普通にこうやって取れとった、はい、それで入った時にプロのピッチャーって球速いしキレはあるけど、どこ来るか分かれへんやんか、はい、2軍のピッチャーなんかフォークとか言って真ん中ぐらいワンバン投げるやんか普通に。それをブルペンでわー投げられた時ほんま逃げたから、もうほんまそんな俺体でワンバンをキャッチャーって体でワンバンこうやって止めなあかんって全然しなかったのしたことないから、そんなボール来ないから、いやしたことないから、そんなことワンバン体で止めになんか行ったことないわけ、手だけでこうやってピュッと取れたん全部今まで、はい、でサイドスローなんかワンバン投げへんやん、はいはい、だから高校時代はワンバンこんなやって止めたことないやん、せやからそんなんせなあかんって知らんかったから、そんなんむっちゃ痛いやんか当たったらお前でもね、まあ、桑田さんそれぐらいコントロールが良かったってことですか。コントロールが、コントロール良かったし、要するに、はい、あのままよ、プロでずっと桑田が投げたりしてたり、フォームあのままです、もうフォームあのままやんか、で、だからあれが中学生で投げてたからそれ打たれへんわな。それでやっぱ西山さんもバッティング良かったけど、西山さんでもこれなかなか打てへんなと思いました、バッターとしたらね、うん、いや俺は打てた俺は打てた、俺はあの中学の時の投げる桑田はすごかったけど、はい、それはやっぱあの中学あの辺でバッターは俺やっぱナンバーワンやったから、それもう桑田さんよりも良かった、ユーチャー悪いよかったです、桑田さんより良かった、そりゃそうやん、俺が打って桑田が投げて1対0で勝ってたわけですよ。まあ、いやまあね、じゃあそのプロ俺がね大阪のライバル校に入ってね、うん、1年生の夏から桑田さんが出てきたじゃないですか、うんうん、あの時はね同じ中学までバッテリー組んでた人間としたら、うん、どういうふうに思って見てました、うん、やっぱりすごいなって思った、出てきたみたいな、まあ、当然やろうなとは思ったけど、出てくると思ってました、やっぱ1年生から1年生からその使ってくれるかなとは思った、どうせ出てくるやろうないうのはもう間違いのケースになるやろうないうのは分かってるけど、その入ってすぐの夏の大会に使うだけのあれは PL の監督とかそこガッツあるかなっていうか、西山さんがね中3の時は PL に対してどんな、まあ、いろいろな印象というか噂とか流れてくるじゃないですか、どんな風に聞いてました PL は。PL オイラの時は小早川さんか西田さんかいうそのね人気を二分する小早川さんファンと西田さんファンとに分かれたわけ、いや小早川さんがかっこええと西田さんがかっこええ、木戸さんファンいなかったんですか。木戸さんファンはさすがにいなかった、金井さんおったの知らんかったほんで怒られんぞ怒られんぞほんでだから PL っていうのはその身近に感じてたわけよ、すごい、まあ、近くですしね、うん、ほんで花火大会、いつも夏の花火大会、はいはい、もうすごかったよ、ほんまに、はい、だ PL のな、お前の時そうでもなかった、いや、まだ僕の時すごかったです、すごかったよ、すごかったです、PL の花火大会見たら、よその花火大会見られへんかった、ほんまに、こんえもうあれか、言うから、PL の花火大会、すごかった、1時間ぐらいずっとやってますね、そうそう、ほんであれを、おいらのうちの家の窓から見えたわけよ。あもう窓からも見えたし、はいはい、横の八尾の飛行場からもよう綺麗に見えたって、八尾の飛行場懐かしい、夏はもうそれ見んのがあれやった、はいはいはい、もう楽しみやったわけよ、はい、だからもう PL にはもうそういう部分にはお世話になってるとはおかしいけど、はいはいはい、すごいあれやっていい印象しかなかった。あほなあんまりね、うん、この厳しいとか寮生活が厳しいとかいう話はあんまり聞いたことなかったですか。聞いたことない、野球部で先輩からのいじめなんか当たり前やったよ、おいらの時代中学の時から、だからもうそんな覚悟してるやん、ある程度、ある程度、ね、どこ行っても厳しいのは覚悟してるから、はいはい、そんなは別に気にせへんかったんやけど、はい、ただだから最も甲子園に出る近道ではあったよな、うんあのね、甲子園に出るんなら PL っていう、PL 行ったら間違いなく出れるやろうなっていうね、あれはあったけど、で俺らの感覚の中にその時に中学のチームってすごかったんよ、漫画の世界よ、ドカベンの世界やった、本当にその桑田がいて、はい、俺投げて、あ俺いて。